んは。口が大きいのしかも。あ、そうそうそう、2万歩歩くやつ。もうか途中からいます。 STU ラボ途中からいます。いやー、あれはですね、なんとですね、オーバープリントさんの撮影をした後に行きまして、めちゃくちゃ疲れてた。けど頑張ったので来週お楽しみに。そう、エースをハードスケジュールで、そうわーってなって、その前の日もなんかあった気がするんですよね、お仕事が。あ、そう、あったんですよ、前の日。何やったっけな、東京公演、え、なんかあったんよ。いや、なんか忘れちゃったけど、なんかあって、そうだから頑張ってるはずなんで、あんまりさ、途中から参戦してるのにめっちゃしんどそうな顔してる私がもし行ってしまったら、あの、それは結構あの予定が敷き詰まっていた立線なので。ごめんね、もし私もどんな顔していたか覚えてはいないんですけど、ただただあの撮影最後終わった後はフラフラしていた自分は覚えてる。あー、もう無理だーってなってたもうかは覚えてるから。途中なんかもうしんどそうに歩いてるかもしれない。暑かったね、暑かったし、本当に忙しくて、そう、本当に忙しい時だったけん楽しかったんやけど、もちろんその撮影はそう楽しかったんだけど、ちょっと疲れちゃった顔してるかもしれない説っていう、わかんない、自分もねあんま覚えてないんですよ、もう予定が。最近いろんなお仕事してるので、ありがたいことにもういろんな仕事が、記憶がだんだん薄まっていく。わあ、何なってるのこれ、次つまり来週かね、足に豆できんかった。うん、足に豆はできてないかな。あの、そう、私の靴はスニーカーだった気がするので、あー、パウダーな、仕方ないか。今日の服かわいいでしょ、去年から持ってるけどかわいいんですよ。もう10月なのでそろそろこういう長袖です。え、そう、今週は出てなかった、来週います、予告に私がいたらしくて。ワクチン打ちやすい、打ちやすい服ですね。ちょうどそこだけ空いてるね。ラムレーズン？嘘。よう、まあ、まあこの串だとね、トークとあいつきも開いちゃう。うん。いい感じ、いい感じ。今日大人っぽいですか？でも私リップしか塗ってないですよ、今日。リップしか塗ってない。
めかゆめかゆ。今週スパイファミリーは1話ですか？見ましたよ。こうやってタワーのやつ書いていくにゃん。昨日のやつかな。タワー。アーニャのね、そうワンちゃん出てくるのめっちゃ楽しみにしとってね。やっとねワンちゃんが出てきてくれて嬉しいと思って。そうちょっと、まあ、まだ見てない方もいるから多分ね。いやあんまり言えないけど本当にね、もうねもう楽しかったです。見てて実は昨日はやって待ってもう記憶が昨日はバス移動だったんですよ。だからもうバスでゆっくり見ました。最新話そう幸せだったねあれは。スターライトモーニングどうやろう、名前変えれんだったもんな。七並べねえ可愛かったね。でも私えもうイルマくん始まってる？私あんま把握できてない、ちょっと最近忙しくて。イルマくんまだなんか。最近は漫画も見たくて、でもあんま買うのはあんま得意じゃないから、月何円か払って紙放題って何があるんやろうって分かんなくて、アニメとかやったらディアニミストとかツツジストアとかスタとかなんかネットフリックスとかいろいろあるけど、なんか漫画って何やろうって思った時によく分かんなくて、あの少女漫画がね見たいんですよ自分。なんかそういう見放題みたいなのないんかな、アニメみたいに。ありそうだけどな、まあ、何がいいか分かんない、どれが安いとか分かんなくてね。そう漫画買うの不得意、いや違う、あの単行本は高いじゃないですか単行本は高いので、ちょっとなんかまあいっぱい読めるアプリみたいなないかな。アニメとかだったらさ、だって月何百円か払ってディアニメストアとかだったらもう見放題じゃん。漫画はないんかなっていう、うん、ないのかな、もうちょっと高くなっちゃうかな漫画だと。ジャンププラス初回、そうなんや。漫画リアルに買う派だ。ちょっとねお金がねそこまでなくて、単行本になると部屋がいっぱいになっちゃうっていうね。私もね漫画リアルにね買う方が好きなんですけど、あんま買いすぎるとね部屋がいっぱいになってママに怒られちゃうから、そう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 。でも高い高いっていうのがある、やっぱ。うん、そうそう置き場がね、どういうアプリで見たいなって。確かに、でもあれ読み放題とかではない、ないのかな、そんないい毎回買うといっぱい、そういっぱいになっちゃう。ピエピエクロミちゃんありがとう、ギフトたくさん。
例えばペコがあっちに移動してる。やばいやばい、この間書いてたちゃん可愛い、ありがとう。今からクロミさん書いてレンタルで借りた。それにゃん、それにゃん、前買ってた、買ってたじゃない、借り取ったよ前、あれツタヤとかで、ツタヤとかで、ツタヤか、ツタヤで、よく言ってた。私も言ってた。めっちゃ言ってた、読むかも。どれくらい？めっちゃ10冊とか借りてね、一瞬で読んでましたね。前はね。今はな、なんかあんまり時間がなくて一気に読む日がないな。CD 借りてた、借りてた、めっちゃなんか安い日みたいなあったじゃないですか、ああいうので。私漫画喫茶行ったことないの。どうやったら漫画喫茶入れるの？なんか登録みたいなしなきゃいけんくない？え、漫画喫茶行きたい漫画喫茶行きたいな、めちゃくちゃ。もうでもなんか一人で行くの寂しいんだよね一人で行くのは寂しい。一人でね、お外行くの嫌いなんですよ。だって寂しいじゃんだからね、あんまりね、行こう行こうって思いつつね、行ってないんですよね。ジュース飲み放題なんじゃ。あ、個室なんや。隣で騒いでても嫌だよ。もう漫画喫茶はシーってするものだよ。シーってする。何の、お静かにの場所。カップルセットからるから二人、女の子でもいいよ。そう、でも女の子同士でカップルみたいなられた二人になっちゃう。そうやん、そうそう言うほど静かでも、静かじゃないのか。じゃあ一人で行きにくいじゃん。やだやだ、一人で行きたい。ちょ一人で行きたい、静かに行きたい。サーヤンどうなんだろうね、好きなんかな漫画喫茶。私入ったことないのよ、分かんなくてね。なんか何を照れとるでもカップル席があるってことはカップルでイチャイチャしてる人たちがいるかもしれないってことでしょ。静かだったらいいけどさ、割と聞こえるん。もう大好きみたいなのが聞こえてきたらちょっと気まずいやん
気まずみたいな、隣いたらさ、さすがに大好きとかはないか。そう。それはレアケース、レアケースだったか。あんまりないかそんな。想像力。そんな人たちあんまりいないよね。なんだか声急に大好きとかちょっと逆にびっくりする、ね。そこまでは聞いたことない。なかったか。私あの知らなさすぎて。なんかあの大げさに想像しちゃって、なんかそういうそこまで思う口に言わんよ。恋愛漫画の店、恋愛漫画でもないでしょ。そこまではそんな漫画喫茶、いやでも意外とちょっと出会ってみたくないですか。なんか多分中学生のぐらいが LINE で会話してそうな声が。漫画好きでガチで読んでるカップル、あそれいいよね。だってさ、こうやってお互い趣味が一緒ってことでしょ。私も友達とかが趣味一緒やったらこうやってもう静か、あでも友達とかだと私喋りかけちゃうかもしれない。なんかな、かまってかまってってなっちゃうかもしれない。一人で行った方がいいんかな、っていうかやっぱ向いてないかもしれない漫画喫茶。なんかそう向いてないかもしれない。あんま図書館も向いてないんですよね。なんかずっと静かな空間っていうのがなんか気まずくて。でもね、図書館はたまに一人でテスト期間中に行ってたの。偉くない？偉くない？お姉様はね、姉なんですよ。今東京なので全然無言で読んでても大丈夫な関係。あそうね、でも大丈夫な、逆に仲いい人と言ったらさ全然大丈夫なんだけどさ、あのなんかたんかまちょしちゃうからさ、なんかダメな気がする。家には誘惑がいっぱい、そう誘惑がいっぱい。そう、私絶対友達と一緒に勉強しない派なんですよ。絶対遊んじゃうから。昔ね、そうあいだから絶対勉強しなかったんですけど、あじおい、あそう人と、だからでも図書館で一人で行く日もあったし、寂しかったらお母さん連れてってた。私意外と友達が横にいるとカマチョなんですよ。だからめっちゃなんかねえねえって言っちゃうから。そう私ね、私もんちゃん集中力なかった、私そんな集中力ないって。そう私ね、あの中学校ね2年生終わりとか3年生の頃はもう全然なんか塾とか行ってそんななんか焦ってなかったんですけど、中学校1年生の時とか勉強の仕方がわからんくて、なんか小学校の時そんなに勉強してなかったし、そうなんかまあちょっと塾行ったことあるけど、まあ緩い感じだったから、そうだから中学校のテストってどういうものなのかが全く分かんなくて、もう最初はよく分からんくてお母さんが教えてくれてたんですよ勉強を。だからめちゃくちゃ教えてもらってましたねママに。あははは。だんだんね勉強の仕方が分かって、なんか塾とか行って普通に自分で勉強するようになりました、中学校の途中からね。
いいお母さん。そうでもモカもさ、そんなママになりたいなって思うけど、ちょっとそんなそんな教えれるかなみたいな。ねえ、まあその時見たらわかるかもしれんけど、テスト前とか集中してるのも。そうですね、テスト前は頑張ってましたね。2週間前くらいから頑張ってました。結構偉いよね自分で言うのしって感じ。そう、感じはね弱いから今頑張ってる、ちょっとずつ。かけた、ドデン、昨日の分です。トシさん、クロミちゃんとありがとう。この間毎日すっぴんでもいいよって言ってくれて嬉しかった。いっぱい好きでいてくれてありがとう。ちょっと嬉しかったので今日もすっぴんやけど。ありがとう。今見れてる？ちょっとです、アイル。今日も可愛いよ、ありがとう。これ見て、なんかまあなんかちょっとかっこいい感じのクロミちゃんになってしまったんだけど、あー、なんかちょっとごめん、これこっちこっちちょっと何とも言えなくなってしまったけど、こっちは。今日はイケメン風クロミちゃん。ちょっと怖くないでしょ？怖くないでしょ？ありがとう。イケメンクロミちゃんだよ。スピンでも日々違うさ。本当？顔違う。スピンでも。だったんだっていうぐらい、ありがとう。リップはねちょっと塗ったよ最初に、それ以外はもうですけど「てててててくっちゃん」って言って、ありがとう。あきーさんありがとう。ひやさんありがとう。たむたむさんありがとう。けんしてんさんありがとう。あったごんさんありがとう。ふくちゃんありがとう。現場監督さんありがとう。ドラゴンさんありがとう。マピアのピーさんありがとう。ゲーモンさんありがとう。コウさんありがとう。昨日は絆姫、お疲れありがとう。今日の夜ご飯は夕方あれくら寿司行った。夕方何皿食べた？全然。なんかね、もんかね、なんかあんまりねお寿司同じ味をずっと続けれるタイプではなくて、今日はあれよね、結構なんかもんかねが食べる日は、いっぱい食べる日は6皿と6皿とかけうどんと茶碗蒸しとスイーツ食べる日がいっぱい食べる日なんですけど、なんかあんまりお寿司のお皿をいっぱいわーって食べるってよりは、かけうどんとかそういうのを挟んでいく。6皿って多いの？多くないと思うよ。そう、サイドメニューめっちゃなんかね、ずっとお寿司食べ続けれないのよ私なんか分かってくれます6皿とかけうどんと茶碗蒸しと、いつもねプリンタルト食べます、くら寿司の。そうだからトータルでは別にめっちゃなんか少ないとかじゃないんですけど、お皿の数は少ないです。そうちょっとね
ちょっとね何皿も食べてたらあー飽きてきたってなる。でもそう酢飯がね飽きてくるんですよ。でも私本当にお寿司大好きなので頻繁には行くんですけど、一気にわーっていうのはねあんまり得意じゃないです。そう、それでなんかあ、そう、あったかいの食べたくなる。そうなんよ、なんかサイドメニュー絶対食べんとお寿司屋さん来た気持ちにならないのよ。しかもそうモカってさ一気に食べれる人じゃなくて胃がちっちゃいからなんかね食べてまた2時間おきぐらいにお腹空いて食べてぐらいの繰り返しみたいな人だからあんま一食大食いとか全然できない人ですね。ミクラポン当たってないそう、 うどん挟むの、そうよめっちゃ美味しいよ。ポテトフライいいよね。でも量がさ多いからちょっと食べてない。100円サイズのポテト欲しいなって思う。こんばんは。また復活してほしいなっていう回転寿司のサイドメニュー、なんやろう、何か復活してほしいのあるかな。わからん。今日はねでもねお寿司6皿ぐらいとお味噌汁食べて帰りにタピオカを飲んで帰りました。外れるで、外れてしちゃった時に当たるビクラポン、それなわかる、めっちゃなんかもう今日はさあんまお寿司の皿食べてないし当たらんやろうと思っとったらたまに当たるよねだいたいさ私のイメージでは3回目に当たるイメージなんよくら寿司って。でもたまに1回目とかで当たる。こんばんは。クレーンゲーム作ってももがゲットしてた。あんなちゃんあ、そう、もうかね、あれ欲しかったんやけどね、買う日がなくてね買えんかったんよあれやろ、なんかあの付録のやつをね、私はめっちゃ欲しいと思ってたんやけどちょっとゲットそびれてる。もうない気がする。あるかな。お酢食べたくなってきたでしょ。1回目だったらと前回座ってた人に申し訳ないけど、あ、そうやね、前回となんか組み合わせでね、なるほどね。まあまあまあ、それは前の席の人は気づいてないから生きてきて一度買い寿司屋行ってくるの、回るの回らないのないのか。あ、そっかそっか、食べれないって言ってたもんね。メニューにハンバーガー入ってる、びっくりした。あ、なんかあったかもしれない。こんばんは。サラダ軍艦を買い、美味しいんや。ちょっと待って、なんか今この部屋にあるかわかんないんだけどさ、あるかな。あ、この部屋にない気がする。なんかアンピにねモモンガちゃんもらったんですよ。いや、ない、この部屋じゃないわ、リュックがないから、ごめん。え、ちょっと上の服めちゃくちゃモーカーのパジャマなのめっちゃ今バレた人になったんやけど今見えんようにしとったんに。普通にあのこうペックルのね、あのね、あの短パン、そう、上がさ私服やのにさ、あのペックルです。そうなかった。でもね、安否が、私さちいかわのさ、ちいかわのあの一番くじ引けなかったって言ってたじゃないですか、売り切れでね、めちゃくちゃ人気で。で安否が引いてて、安否がなんか
F 賞やったかな、なんかねラバーマスコットがランダムなんよ。でそこにはモモンガちゃんもいて、それ2個当たったからってアンピがくれたので、今ちょっとあっちのリュックに入ってるからあれなんですけど、そうめっちゃ優しいよね、くれて、もうほんと嬉しくて嬉しくて、うん、そうそうそう、あっちにある、ごめんね、ちょっとまた持ってきたら見せます。優しいよね、そう嬉しかった。アンピは何が欲しかったのか、アンピはあの白の本当あのシチカちゃんが多分好きなの。かわいい、ありがとう。ないよって方言、ないよって方言なんかな、私の口癖なのかな、わかんない、私いろんな口癖混じってて、本当になんか私独特な喋り方なので、なんか私って何弁喋ってんだろうね、本当にもう桃花弁作ってるレベルで、なんかイントネーションも独特やし喋り方変やしみたいな、なんか癖がね強いんですよ、本当に土佐弁ではない。なんかね高知の友達と喋ってたら、ママと喋ってたら土佐弁なんですよ。シチュー何シチューがーとか何シューがーって言うんですけど、こういう一人とか、まあ、一人っていうかその配信で話してる時とかはそう結構普通なんですけど、そうだからね、ほんと桃花弁作っちゃってるってレベルで、あーそういろんなところが混じって、あと普通になんかこういうイントネーションかわいいなっていう勝手に作ってそれになっちゃうんですよ。なんか かわいいなこれみたいなとか、なんかあの優しく聞こえるなみたいなっていうイントネーションが見つかったらそれを使っちゃうんですよ。なんか優しく聞こえたいんですよ、なるべくね喋り方を。だからそういう、パクリっていうよりは独特って感じ、本当に独特だよねみたいな感じ。そうダッチョは違う、可愛いんじゃん、それ本当変わったイントネーション好きよ。何が変わってるとかわかる、でも今パッと聞かれてもさわからんよね。最近はなんかごめんねよ、ごめんねって言っちゃう、なんかごめんねって言っちゃうんですよ。どこだこの言葉のイントネーションはって感じのイントネーションを使ってしまいます。なんかごめんねよりごめんねって言った方が優しく聞こえるなみたいなそういうので、まあ普段ねあの話し慣れてる人には別にあんま気にしてないんですけど、なんかあんまりまだちょっと話したばっかりとかの人とかには結構変わったイントネーション使ってしまうかもしれない、優しくね。栃木そう、もうなんか私って感じになってます、喋り方は。そう独特だよねってよく言われる、言われるっていうか、でもみんなに話し方の時に森さんとサビン使うの嬉しいよ、
ね、喋り方ってさ結構大事よね。なんか相手のことも知っとったらあんまり思わんけど、知る前だとさなんかやっぱ優しい喋り方の方がさ印象よくつくじゃないですか。だからそう結構喋り方とかは意識しちゃう昔から。ね、ゼオは使わんね。逆に何使っとんみたいな。コーチでもゼオとけとんみたいな。そんな感じです。きつい言葉使いが苦手。そうよね。土佐弁は普通にコーチのみんなと話してるだけだったら何もないんですけど、多分県外の方が聞くと。怒ってるのって思われちゃう時もあると思うから、なるべくなんだろうな、そうね、広島の子とかにはあんま使わんようにするかも。なんかシチューのとかは使うけど、何しゆがは言わないです。そうでも家族とか高知の友達とかと電話した時とかは普通にめっちゃ使っとる。うん、この間ね、あ、そう、ねむこちゃんと昨日おとといか電話したんですよ、配信の後に。普通にね、その時とかはよく、そう、広島で何年してるの、え、欲しいなと、なんや、気になる、え、そう、だからそういうねむこちゃんと喋った時とかはなる。ねむこちゃんとさべん、でもそんなとさべんかな、どうやろう、めっちゃとさべんではないけど、とさべんは使っとるよもちろん。なんかね、もう一人の親友ちゃんの方が強いです。何々言いゆうとか、喧嘩してると思える。広島、私はね広島弁そんなねきついって思ったことないですね。なんか逆に優しいって思っちゃうんですよ。もうか、なんかさ、何々じゃけんとか何々じゃけってさ、めっちゃ優しくないって私は思うんですよ。でもさ、なんか広島弁もさきつく聞こえるみたいに言ってる人がいて、え、そうや、そうかなみたいな。私からしたら全然きつく思わんけどなって感じです。だから全然広島弁を話してるメンバーとかを聞いてても、ああ優しい喋り方やなとか、うんうん、ココアさんとかサラちゃんとかよく結構広島弁のイメージ強いんやけど、全然優しく聞こえる、めっちゃ自分はね。そう、じゃあだから何がどこもきついと思わんのにって、こう土佐弁がちょっとねきついからそう聞こえるのかな。優しい声って何でもいいですね、確かに。そうやんねーみたいな感じのノリだったの、確かに。そう、久しぶりにサラちゃんの声聞いたけど、そうかね、そうかね、コーチは女性が強すぎるから、そうかな、私そんなイメージないんだけどな。広島から転校した時に広島弁で話してたら泣かれた、つらい。つらい。悲しいね、全然強くないけど、たまたま行ったとこが優しい方言のとこやったんかな。泣かないでって感じよね。そう、でも自分もそうなりそうだから、まあ、泣かれるってことはあんまないだろうけど、なんかもうなんかこの子なんか口悪いなみたいな方言やのに、そうって思われるのが嫌やけん、あんま使わんようにする。めちゃくちゃ強いよ。そうかね、自分の友達は全然そんな強いイメージないですね。あ、でも
はっきりはしてると思う。確かに高知の女子は、うん、なんかも結構はっきりしてるので、それはあるかもしれんけど、うん、でもそんな女性だけが強いってイメージは自分ではなかった。あんま、なんならもうからかわれたりとか男の子にするから、わしはふざけては言うけど、わしはノーとかふざけては言うけど普通には言いません。そう、ポーチのイメージがだいぶ丸やくなった。ももちゃんでやった、嬉しい。わしはのを使ってほしい。いや、普段は使わんやろ。やばいやろ、わしはのとか言い出したの。やだやだ、こんばんは、こんばんは。最近の子って自分のことわいって、わいわって言っとるっけ。私はどうやろう、私なんていうんかな、ももはとかしか言う、私はなんかそう、私はって言ってるのに、わたのたを言うのがめんどくさくて、あしはみたいになっちゃうときはある。あしはって、私はって言いたいつもりなのに、あの全部言うのがめんどくさくて、あしはみたいなってなるときは、なんだろうね。私はでも、あたしっていうね、確かに。私はあたし、あ、ちょ、ももはあたしって送ってる。あたしはって言ってる、めっちゃ。あたしっていう。あたしはって。あたしか、ももはか。前はね、小学校の時、うちはって言ってたんですよ。今のおもちゃね。今は、昔は、うちはめっちゃ、もううちはって言ってたんですよ。うちはねーってめっちゃ言ってたんですけど、ちょっとね、うちはって言ってる自分に飽きて、そっから私とかももはになりました。なんか、うちはっていうの、ちょっと飽きたなーみたいな。そう、とさびん早口、そうね、私は結構だから早口な人の言葉とか結構聞き取れる人かも。でももってさ、早口ですか？なんかきっかけあったの？うちは、え、なかった？うちはっていうの急に変える、そうやっけな、いるっけ。あ、もう早口じゃない。確かに、どうなんやろね、印象なかった。まあね、マイペースな部分もだから、喋り方ゆっくりなんかも。でもね、聞き取るのは結構得意かも、早口の人の。なんか普通に聞こえる。英語のリスリングとかは分からんけどね、早すぎて何やったんみたいな、もっとゆっくり言ってよって。清水さんとかあかりんさん、あー、分かんないや、私本当にね意識したことなかった。この人は早口やとか全然思わないので、あ、でもお話し会は時間が借りられてるので早口になる時もあるかもしれないです。いっぱい話そうって思ったりとかするから。リネタン早い？リネタン早いっけ？早いっけ？早いかな。早口は頭の回転早めじゃん。いや、じゃあ私も早口になるわ。
大好き一人で歌えるあれはハクちゃん無理だ お姉ちゃん早口だって。早口だから頭いいね。頭の回転早い人は頭いいじゃん。だってそう、シティみんな言ったりしてるっけ。まひなさんはゆっくりなイメージがある。お姉さんも早口、あんまりわかんないや。だから多分ね、慣れてるんだよ耳が。だってお姉ちゃんがずっと家にいるじゃん。でママとパパが早口かよくわかんないんですけど、ずっといるからもう早口、誰が早口とも思わないと思う。なんかゆっくりだなっていう人はなんとなく思いつくけど、早口だなっていう人はあんま思いつかない。だからそう、お姉ちゃんがいつも早口やから、と早口とは思わないけど、早口としたらなんかもう慣れとる耳が。さあやん、そうね、ちょっと早いイメージあるかもしれない。確かにちょっと、ね、言われてみればって感じ。でもみんなあんまりね、わかんないですね自分。校長は早口な人多いのかな。じゃあ耳が慣れとるんかもしれない。耳が慣れて慣れて、わかんないです。安否も早口、ああ言われてみれば。リンコちゃん早口、わかんないやわかんないや、誰が早口かわかんない。でも私は確かに結構ゆっくりが、まあ遅くもないよね。遅くはないけどゆっくりの方に近いかもしれんね。せっかちな人、私せっかちじゃないのかな。じゃあ、でもなんか一回時間決めるとめっちゃそこの時間内には動きたい人かもしれない。なんかのほりん早い、わかんない、早口で聞き取れんファンの方。いやいないですね。本当に多分なんか早口本当に得意だと思います聞き取るのね。なんかそのイヤホンがっていうか通信環境が悪くてっていうのはあるけど、早口で聞こえないっていうのはあんまりないかもしれない。ハイテンションになるとめっちゃ早口になることが、そのイメージついちゃった。でも私ハイテンションの時口早くないっけ。あれあれれあれ、皆さんゆっくりなイメージある、ある。でもなんか私はもともと滑舌があんまり、今はこれでもだいぶ直してやっとそんな悪くない、悪いってめっちゃ言われなくなったんですよ。でもここまで来るまでめちゃくちゃ時間がかかってて、だからめちゃくちゃその聞こえやすくするようにっていう喋り方をずっと考えてきてたから、ゆっくりめにハキハキ喋れるようにっていうのはあるかもしれない。ベロが長いのか、長くないです。そう、でもそう、アニメの話し始めるとめっちゃ早いですアニメの話は本当にちゃんと認識してた。そうね、なんかなんてって言われるのがなんかもうかも、聞こえづらかったかって思わせるの申し訳ないから、なんか頑張ってます。岩にで滑舌のトレーニング、なんかトレーニングっていうか個人でこの発音があんまりできないんですっていうのを言って、それをなんか
直すやり方っていうのを聞いて、個人で今なんかこういう配信で話す時とかにそれを意識したりとか、なんかそういうね、例えばね、あれよ、カレー穴の時になるべくちゃんと聞こえるようにとか、そういうのは意識してます。なんかさ、もちろんなんかあのいろいろね、いろいろ大事だと思うんですけど、声って大事だと思っててね、結構ねずっと聞きたいような声ってなかなか難しいじゃないですか。自分の声はあんま好きじゃないから、もうかがだからなるべくなんかずっと聞いてても嫌にならん声を頑張ってるから、結構ねこだわりはあるけど、まだ滑舌良くないから、なんかもっと良くなりたいなっていう。七並べの声好きですか？ありがとう。え、そう、なんか聞いてて心地いい声ってなんかすごい大事だと思うんだよね。私が結構声とかを結構大事だなって思う。自分も聞いててさ、この人の歌声めっちゃ好きやなとかあるから、そういうのはなんか頑張りたいなっていう。え、そう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 、え、そう、自分に聞こえとるのとそう他の人に聞こえるのってちゃうもんね。いい声ですか？はっきりしてて聞き取りやすい。あれ、声はとてもいいと思う。もーちゃんの声は顔のイメージ通り。本当？もーの声めっちゃ良きって思う。やったー、声好きだなって。優しいね、みんな。そう、一緒に遊ぼう。あのぼさんの声です。また聞かせに来てください。うとうとしちゃう。本当に結構大事だと思うの。やっぱさ、作業しながら声だけ聞く人もいると思うし、配信もね、ずっとなんか運転しながらとかラジオ感覚でこの配信を今見てる人もいると思うのよ。だからなるべくね、いい声ってでもね、声はね、たまに褒められるんですよ。いい声だねって、それが嬉しくてもっと頑張ろうって感じ。そこまで考えてくれる。そう、でもなんか自分がさ、例えば配信の見る、誰の見るかってなった時とか、誰の歌を聞くかってなった時って、やっぱ聞き、ずっと聞いてても嫌にならない人の声を選ぶんですよ、自分は。なんかだから声、自分の声あんま好きじゃない分頑張ろうって。そうそうそう、まあでも相変わらず引き笑いとかした時の自分の声は不気味なんですけどね。もーちゃんルームはいつも癒されます、ありがとう。もーちゃんの引き笑い大好物ですか？ガチでさ、なんかガチで本当にもう声が出せんぐらい笑ってしまった時の自分の声ってすごい不気味なんですよ。なんかね、あははぐらいだったらあれだけど、本当にさ、あのもうツボってしまった時あるじゃん。
ツボってツボって、もう声も出せん、お腹抱えて笑うみたいな時、ああいう時にさ、ほんともう引き笑いな。メンバーで好きな声、メンバーで好きな声か、ちょっとみんな、みんないいけど、みんないいんだよな、みんないいけど、沖さんの声が好きかな。こんばんはももちゃん、こんばんはももちゃん、うん、なんかの声が好き。なんかね、沖さんはあの一緒にセルアミのやつの稽古をしてる時にめっちゃいいなって思って、その後朗読劇とか一緒にやって、あめっちゃいいなってなって、いつ聞いててもいいなって思うから、なんか落ち着く感じの声が好きなので、聞いててなんか心地いいみたいな、ほんと好きやし、ひなさんの声も好き、癒しって感じで、もうなんか聞いてたら癒されるっていう、そう、ひなさんあの喋り方のイントネーションとかも好きです。マイケルさんの声いいよね。さっきエミリンさんと見たけど、わかる、めっちゃ、みんなみんないいよ。みんないいんですよ。そう、なんかそう落ち着く感じの声も好きやし、本当に癒しボイスみたいな可愛い声も好きで、そう、子供に本を読んであげるの得意そう。そうですよ、写真集もらう、もうもらうんじゃなくて もちろん買いますよ。当たり前じゃん。当たり前じゃん。確かに私子供に絵本読むの結構あの滑舌もっと良くしたら意外となんか意外となんかいけそうなんじゃない。何かかったら多分、うんうんうん、マイケルさんと私似てる、本当に私よくあのおママに言われるの、なんかお姉ちゃん急になんか、あ、愛理が喋っとるんかと思ったって言われる日があって、だから声がなんか普段にめっちゃ似とるってわけじゃないけど、ふとした時に似てるらしいです。兄弟やっぱ姉妹か、姉妹やっぱ。ビーンさんの声めっちゃ落ち着くよね、いいよね、朗読劇の時とかめっちゃ思っとった。そうそうそう、でもなんか普段からめっちゃ声が似とるとか、もう全部似とるって感じじゃないのに、ふとした瞬間似とるらしい。そうそうそう、私はでも声低いのか高いのかよくわかんないんですけど、多分低いのかな、うん、よくわかんない、なんかどっちも出せる。どっちも出せる。電話の声が似てる、いやなんかね逆にあんまり気にしてない声の方が似てるらしい。低くはないんじゃない？でもね、なんかあんまり気にせずに喋ったら普通に低い時もあるし、なんかね、
声大きめに、今ちょっと大きめに喋ってるからちょっと高めになる。ちっちゃく喋ったら低くなるはず。もっと。え、そう、確かにめっちゃ低いってわけでもないし高いわけでもない、もうなんかそんな感じだよね。わかるよ。若いよ。今何時だ。9時半までですね。もう9時半？あ、そう、朝低いんでまだ喉が喉がね。あ、33分や。ちょっとメール送るね。メール送るって、あー低い声って無謀。あ、あと大好きな人の最初はい、メール送るね。ミミィさん、ゲストありがとう。ゲスティさんありがとう。マピアノピーさんありがとう。ヒヤさんありがとう。タラガンさんありがとう。マッチさんありがとう。ゲスティさんありがとう。トシさんありがとう。モカロ侍さんありがとう。ハネウマさんありがとう。13位の幻さんありがとう。12位のケイシティさんありがとう。おもちゃの声優優しくて聞き取りやすくて好き、ありがとう。ジュジのピアノピーさんありがとう。おもちゃの声とてませんだよ、ありがとう。ジュイのひなぴさんありがとう。ケイののりさんとマック9枚9枚パスタさんありがとう。8枚のじゃあ8位のふみやとマックふてわかっちゃう。8位のふみやとマックうふふさんありがとう。7位のドラガンさんありがとう。優しくて心地よいおもちゃの声出してありがとう。6位のトシさんありがとう。今日も楽しい。毎日もう可愛いモカが好きだから結婚してありがとう。いや、もう一回噛んじゃう噛んじゃう。あー、変わった変わったよ。読めてない。12位のひなぴさんありがとう。6位の今日は登山の日。うん、どういうこと。もう登山したい。なんじゃそりゃ。ありがとう。こういうのゼータンさんありがとう。もうボイスでねむねむ好き。ゆっくりおね、ゆっくりお眠りなさい。なんて言ったらいいかわからんかった。よいのケイシティンさんありがとう。おもちゃの声優しくて聞き取りやすくです。ありがとう。あ、2回目読んじゃったね。サイの福ちゃんありがとう。再販追加してたくさん持ちゃうよね。待ってるね、ありがとう。嬉しい。2位のモカラ侍さんありがとう。1位のゲーム監督さんありがとう。ももちゃんがめちゃデラ好きやしっていうか、また今度好きやき、ありがとう。ありがとうございました。メール打つね。またね。今日もありがとうございました。バイバーイ、ありがとう。おやすみ。